ライブがね230-240人だそうです。ほぼ皆さんパチスロなんで、番号が本当ケツのケツだといよいよ台が取れるか取れないかレベルになってしまうということなんで、抽選めちゃめちゃ大事。再生率55分です。いやそこまで悪くはないけど良くはないよね。230-240人だったということなんで、ちょっとねこれ考えなきゃだわ、考えなきゃ。まあ入ってみてだけどね、もうこうなっちゃうとね。意外と空いてたり、空いてる。ゲッツ。はい。いやいいとこ取れたよ。いいとこっていうか、まあもうギリのギリね、残り1台だったけど、そう結構ねやっぱだから朝番長であるとか、その他最近はどうなの？絆2とかさ。ここから見るともうサラバンとかも待ってんのかな。そっち方面やっぱ行く人意外と多いんで、あとだから30杯でドキドキか、意外とね取れちゃったりするんですよ。前回かな、あのガルゾーさんがね結構抽選悪かったけどね、はなはな取れちゃったしね。なんでワンチャンあるかなと思ったらね、1台空いてたね。来るたび来るたび状況は非常にいいとお見受けしてるんですが、あいにくね結果の方が思うようについてきてないということで、まあもちろんねこの稼働状況なんで、もうスロットほぼ朝から満台状態でしょ。2台目以降ってなるとそれは難しくなるのはもう分かってんだけど、花々とかね、もう台取れた時点でね、結構な勢いで勝ちそうなもんなんだよね。おーしょ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 、三八、三八。ああ、遠くのか。昨日5の6だもん、全然出てない。お初手から赤、初手2000円レギュラーね、悪くないよ。直近で打った花々がね当たり軽くてすげえ良かったんだけど、馬券に打っちゃって馬券に打っちゃってみたいな感じでね、出し切れなかったんだよね。ゴリゴリご挙動みたいな感じだったと思うけど、もう動画上がってるかな。なんでちょっと溜まってるもんが溜まってんじゃないかと思うんですよ。まあまあ今日が10月の17日なんですけど、9月ほんとボロボロでどうしようもなかったんだけど、今月はねまあまあ比較的安定してまして、3000倍ぐらい買ってんのかな今。ただまあ先月ね最終的に23、4万負けたんだよな確か。なんでまあまあ全然足りてないんだけど、ただ今年実はねまあまあ調子良かったんですよ。その9月おしよ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 し、51イチロービッグじゃねえかこれ。よし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 、やりました。そうそう、9月そんだけ負けてもねまだギリギリプラスっていう状況だったんで、あでも1時マイナスまで行ったのか。ただまあおかげさまで今月まあちょっと浮いてるおかげで、なんだったらもう一回ちょっと体勢立て直るんじゃないかぐらいちょっと思ってますんで、ピークでね俺1万5000万ぐらい今年買ってたんですよ。
それがね、1回全部なくなってマイナスまで行って、でちょっと盛り返してっていう、要はもうスタートからこう行ったんだけど一気にこうなってまたちょっとこう上がってきたっていうね。昨日出てなかったから要注目。どう？黄色ね、察するにでも前理性だとは思うんです。うん、でも今日日、個人的にやらせてもらってる企画とかもそうだし、あと本当強いお店、もう朝本当500人とか場合によっては1000人とか並ぶような状況が最近ね、僕の周りでまあまあ多かったりするんですけど、やっぱ今優先順位的にみんな番長3から行きますよね。あれ番長3ってそんなみんな打ってたっけっていうぐらいの感覚なんだけど、ただやっぱ行く先々でそういう感じになってますよ。まあまあ5号機のねとんがってるやつが徐々にやっぱなくなってって、まあ機械割も高いしね、まあやっぱそう強いお店の強い日に行ったらやっぱそれはまあそういうとこから埋まるんだろうねっていう話なんだけど、ね、強いお店の強い日に行くと番長3だから、番長3が先に埋まる店はいい店ってことだと思いますよ。なんもねスペックがいつだってそれは設定が入るだろうと思われるから皆さん行くわけであって、もうそれってもうほら過去の実績に比例するでしょ。今までもそこを手厚い状況だったっていうのを皆さん見てきてるから、いや今日もまたそこに行くわけじゃないっていう意味でね、朝だって人がたくさん、まあ、朝からねそんな500人とか場合によっては1000人とかてか、要はもうそのスロットの台数と同じぐらいとかその倍とか並んじゃうような状況のお店ってやっぱちゃんとやることやってるからそうなってるわけで、だから今日のねマルハンシン名張店さんももうちょうどスロット台数と同じぐらいお客さん並んでたわけなんですけど、要はそういうことなんだよね。今日は期待していいんじゃないかという日にやっぱその期待を裏切ってで来なかったから、まあ、それだけの人が並んでると。でじゃあ今日も期待通りの状況なんだろうって予想した時に、じゃあ優先順位つけるならやっぱスペックの高いとこ、ましてや過去になんだったらオーバームルマイな状況だったりしてるわけでしょ。なんでうん、やっぱ番長とか埋まるの早いよねっていうことなんだよね。はい、飲まれました。はい、追加投資、前向きに追加投資ね。まあ今300ゲームちょうど超えたとこなんですけど、いやまあ持ち球で回せてるんでね、そこまでね。よし、OK、追加1000円 OK、ね、こう大したことにはならないでしょうと言おうと思ったら買い出し1000円でした。うん、追加1回ね、でビッグ2の追加1、ここはちょっと早いの、早いビッグを引っ掛けたいよな、ここでね。早いのはないかな、85。いやー、ここ入る欲しいとこあったけどな、ダメか。はい、もう飲まれちゃうんですけど、そうだな、今200、これで20でしょ。ここもうせいぜい300前後ぐらいのとこで当たってくれりゃいいけどね。もう500とか600とかそういうのなし。はい、飲まれましたよ。
うん、外れた。追加2000円かな。で全部で5000円。あー、そこ負けか。青、断言しましょう。次は早いです。150ゲームぐらいのところに天井があるぐらいの感覚で打っていく。ここは任せてください。この辺のね、流れを読む力はね、それなりにあると思ってますから。分かる人には分かると思うんだよね。ここは早めだなっていうのがね、万が一にも勘違いされる方がいたら よくないんで一応言っておきますけど、150ゲームが天井っていうのは、この流れで来た場合における心の中の天井だからね。解析上のとかシステム上の天井ではないと一応ね言い置いておきます。心の天井ってないですか。例えばさ、機能的に天井ってついてないわけじゃない、鼻鼻に。だけどボーナス感で、じゃあ仮にですよ、3000ゲームハマってるで見たことありますか。いや、ないですよね。そんなあるわけないんですよ。なんかまかり間違って2000ぐらいまでやってありそうな気もするけど、ただ経験はないじゃないですか。俺個人的にもこんだけ長いことやってて、最高ハマり確か1200ぐらいなんですよね。だからもうそのあたりが、まあ、経験上、まあだから天井って言い方もまあちょっと違うのかもしれないけど、まあ経験上それ以上のハマりに遭遇したことがない。つまりは怒らないと言っちゃっていいと思うんだよね。それもまた心の天井じゃない。いや、可能性はあるんですよ。3000ゲームハマる可能性だってあるんだけど、ただまあ現実的に行かないよね、行くわけがないよねと。で見たこともないよね、聞いたこともないよねっていう話なんで、そんなものだからないと思っていいんですよ。だからそれまでに当たると思ってていいんですよ、当たり前だけど。でっていう意味でこの流れで来ると、ここは150ゲーム以内ぐらいに当たると踏んでおったんですが、もう130なんだよね。今心の天井がね崩れ落ちてきてるよ、上からボロ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 って。はい、150ダメか。でもね、そうやって楽しむもんだから、ハナハナってね。次はせいぜいこの辺かなみたいな感じでね、それでいいんですよ。203ビッグだったらね、で100超えちゃうわけか。いやー、しかしまあスロットはね、もう気持ちいいぐらい埋まってるね。まあ空き台そのものがないんで、いい台が空いてないとかじゃなくて、ああそうだな、これこの台もしあかんってなったらちょっと行き詰まっちゃうかもね。ああ、これリーチ目あったかってことはビッグだね。あ、負けなのか。163微妙。イエロー一応持ち玉だけど、どうなんでしょう。青1、黄色1、赤1、負けは336分の1。
まあ、ビッグも336分の1なんだけど。 OK 17。まあそうなっちゃうんだよな。緑、これで全色コンプリート。なんとかなりそうなんだけどね。化けが2ごろだよ。で今の早いのでおかげさまで合算が146。まあ比率がねまともだったらまあまあ普通に勝ってたんだけど、まだちょっとマイナス。お88。うわこれで緑が2回目。いやーこれ3回ともビッグだったらな。いやでもまあこうやって前半バケが跳ねる台は好きなんだけどね。ただこういう台に限ってね伸び悩むんだよ。どういうわけか。で案の定設定はあったりするんですよ。なんだけど、あこの化けの感じはいいねっつって、で実際こう設定で素直にねなかなか出てくんなかったりするんだよ。おーしょ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 、おこれ軽く始まってねえか。は、9ゲームよし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 、いい流れいい流れ。うん、追加は2のまま。いやーでもこうビッグ一発で終わらせたくねえなあ。この即連3発で合算が俄然上がりました。117分の1。さっきまで200分の1ぐらいだったからね。ああねこれやっぱその信頼と実績があるお店だからぐらいの合算でも前向きにねえ続行できてるっていうね、そこなんだよね大事なのはね。ただまあちょっと内容ともろもろ精査しますに手応えはある。うん手応えはある。だからあとはまあ出玉っていうところだから、ここのとこ本当ねビッグをね満足に引けてないんで、まあ今日も今日とでだよね。まあまあ言っても278分の1だからまだ、まあね、特別悪くはないんだけど、ただもう本当そこのビッグの確率がやっぱ上に突き抜けるみたいな実戦がそろそろ混じってきてもいいんじゃないかという、ね、これまでの経緯がありますんで。いやー結局ビッグ一発か。156。いやーやっぱそうなっちゃうんだよな。あ直近で打った花々にすげえ似てる。その時もゴリゴリの奇数挙動で、で案の定合算も軽い。合算軽いっていうかもうレギュラーがもうほんとぶっちぎり。まあ手前動画上がってるから多分それ見といてもらえれば分かると思うんだけど、全く一緒だよね。これもう合算も120なんだけど、ビッグ4の化け6ねえ、化けの設定差の方が大きいからさ。でこの後の伸びしろとか考えたらでこれでいいと思うんだけど、どういうわけかね、このまんまね最後までいっちゃったりするんだよね。で最後まで案の定設定は良さそうっていうか、まあもうなんだったらここで間違いないだろうみたいな感じで最後まで行くんですよ。
なんだけど、この最後の最後までね、ビッグがついてこなくてね、結局出玉が伸びないんだよね。まあ負けないんだけど、126。うん、まあまあまあ揉まれてる感じだな。でも156負けの126ビッグだからね、増えちゃいないよね大して。ああでもこれでビッグ265になったか。265だと、設定4と全く同じだね。よし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 、やりました。サンキューサンキュービッグ。ここで箱いけたわ。ちょっと来てんな。ビッグ227だった。右が119分の1、左が85分の1、これが114分の1。ねえ、なんか固めて入ってそうな雰囲気ですよね。ツインが引かないのがちょっと気になるけど、まあ全然 OK。 だから足らないところの一つや二つあるもんだから普通は。で足らないのがビッグだと困っちゃうんだけど、ビッグ中のスイカがにね、理論通り引けなかったところで、ね、出玉的なマイナスはね1ミリもないから、だからそうだね、そういうとこはいいよ、狂ってくれて。なんだったら下に振り切れてくれても、うん、別にそこ引いたから設定が上がるわけじゃないからね。だから上振れするなら本当ボーナス、特にビッグ、ビッグ中のスイカなんか全然とことん下に振れてくれても構わないです。まあ、予想が若干ままならなくなるという金はあるけど、結局ね、出るか出ないかじゃないね。でそれこそこんだけ化けも跳ねてて、このペースで当たり引けてればやめることは一生ないんで。だからビッグ中のスイカ下振れしてくれてる分で、ボーナスの方を上振れしてねっていう、そういうことだよね。おぎどきとかしてもよくあったけどね、初当たり全然引かないけど共通ベルだけバカみたいに落ちるみたいなね。だから設定差、そういうところの設定差の部分引いてくれるのはいいんだけど、出玉はもう苦しいばっかりみたいなね。ぼちぼち250だけど、おー当てた。おーで、このハマりに決着つけたいなと。よしよしよし、いいでしょう。一旦こうビッグ1回分ぐらいひたすらにあったんだけど、まあまあ残ってるね。うん、246だけど100枚ぐらい増えたはず。7の6で124分の1。いや完全に残り物に服があったねこれ。おわ、滑ってたろ左今。ダイレクトいっちゃうよ。よし完璧。うん、スイカは落ちず、ね、気にしない、もう全然気にしない。化けのランプ当てにするなら、でもこれ今日のこれも推定で言ったら5ってことで今んとこいいんじゃねえのかな。まあにしても出来すぎなんだけどね。ビッグが209分の1になりました。まあ持ち玉で今このビッグ終わったとこで1275枚、まあ言うほど出てねえんだけどね。ただまあ本当この1275枚ってこの1時間ぐらいの間に出たメダルなんで、いやいやだいぶ上がってきたよ。上がってきたっていうか整ってきたって言った方がいいかな。
よしよし、138。よし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 。いいよ、48。昼飯いけないじゃない。よし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 。いや、今日いいぞ、本当に。リスクが185分の1。いや、来た来た。今まで本当は引けなかった分が一気に寄ってきてる感があるよ、これ。この流れを切って昼飯食いに行くのもどうかと思うけど、まあいいだろう。はい、持ち玉が1680枚、非常にいいペースです。ここで一発早いビッグを引っ掛けて、ね、2000枚大手。最初の立ち上がりの1000ゲームぐらいね、ちょっともたついたけど、こっからはもう完璧に近い感じなんじゃないか、これ。全然ハマんないし。オッケー、81。よしよしよし、これで2000枚大手だね。いや、ほんとにいいぞ、これ。立ち上がりのほんと1000ゲームぐらいのとこまでのけたら、てかこの1000ゲームに関して言ったらもう天才型って言っちゃっていいね。いや、もしかしたら今日これ久しぶりに、いつ以来かは分かんないけど、久々の天才型来ちゃったかもしれないよ、これ。ね、持ち玉で1864枚。なぜ天才型なのかといえば、このグラフですよ。見てください、これ。こんな綺麗な右肩ありますか。卓球部カメラマンやるじゃないですか。勝ちは勝ちだね。ここからあとまあ1時間半弱ぐらい。うん、勝ったね。もう当たんなくてもプラスなんですけど、いやいやいや、何を言ってるんだと。これ3000枚乗っかるかもしれないよ、本当にこの感じだったら。147。はい、いや、馬券のランプはちょっと分かんなくなってきたな。青に緑に黄色に赤1、ちょっとまんべんない感じだね、この感じで。さ、追加がさらに上がっちゃったりしたら、これ6まで予想できちゃうよ。てかまあ今の時点でもできないことはないんだけど、ただまあ追加がビッグ13の、あ、でも追加9。いや、わかんねえな、これ場合によってはってあるぞ、これ。よいしょ、23。久々マイケル・ジョーダン。イエロー。これであれだな、一応暖色と寒色また11になったね。いや、最近ね、設定6を4とか5はね、うん、言っても意識することは多々あるし、実際打ててると思ってるんですけど、そうだな、花々の毒をここ数ヶ月で意識しながら打って、いや、まあ、意識しながら打ったことあるけど、でちゃんと出せてとか、うん、
割とあるようでないような気がするな。あれこれでも六苦戦だけどなみたいな空気になるんだけど、だから結局ビッグ弱くて出玉伸びずみたいなね。これジャグラでもよくあるんだけど、実際この間先月かな、いや違う今月の頭か、あ違う先月だな、バイジャグ3の6打ったりとかして、で半日で600枚とか700枚とかしか浮かずみたいなねこととかもあったし、あと5、6捨てたりもあった。でも花々で本当こんないいのはちょっと久しぶり。まあ内容がいいだけとかあるけど、ちゃんと出玉までね綺麗についてきてね、今2000枚超えたとこからちょっと揉まれちゃってるけど、まあガッサン突き抜けってね2000枚ぐらいまあペロって出るときって大体まあこの辺に壁があるよね。まあ年中言ってることだけど、まあ、このまま続けてりゃね、それこそ閉店とかまでこの台打ってたらこっからまあほぼ確実に増えるんだけど、残り時間を考えるとまあ約あと1時間どうかなよ。こっからも本当月がないとこのままなんかだらっとやって終わっちゃったりすることがまあ多いよね。だからもう本当人頑張り、もう一山掘らしてください。そうすると今日もまあまあ大勝ちになって、かつマルハン新名張店のトータル収支もプラスになっちゃうよっていうねことですんで、おっと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 、もう一瞬見逃すレベルだね、こんなんで、ね、やりました。葉っぱだけ鈍く光ってます。いいよ、はまんない。何ゲームだ、177。うん、2300枚になったね、ピークがね、微増。こっからが簡単で難しいんだよね、でもね。291、特殊点滅はビッグなんで、傷口は浅め。それでまた2000枚台復活でしょ。ただまあもみもみタイム入っちゃってるよね。ビッグ1回24ゲームだよね確かね。でこれで15回目、うん、36分の1。いや全然いい部類よ。一応1で53分の1、6で29分の1、まあ、5で 33.6、 4で 38.5 だから、まあ今4と5の間ぐらいなんですけど、まあ悪くないよね、いずれにしてもね。ただまあで今36分の1とかついてもこの辺のはね、もう本当1回引けてるか引けてないかとかのレベルでね、かなりね確率が前後しちゃうんで、まあまあ現状悪くないね数値で推移してるよというところで、まあいいんじゃないですか。うん、他がいいから。119、ピックならピークに、あーはははあーしょうがない、切ろ。まあまあ合算は落ち着いては来てんだけど、それでもまだビッグ196の馬券326で124分の1、あ122分の1かやっぱ化けじゃないや、ビッグはやっぱ200分の1超えるぐらいの確率でやっぱ超えるっていうか、まあ切るって言った方がいいか、まあ、196分の1だからね、そのぐらいで引けてるとやっぱストレスがない。77、星野千一か、よしよしよし、バウンドストップ。これでまたピークぐらいには戻るね。うん。
鳥川10回のまま2384枚、ちょっと超えたか。さっき何枚してたっけ、2300枚だったよね。いいよ、45行くならまたピークを超えるんだけど、いやいや、青、これでまた寒色と暖色が1対1になったよ。青3、緑2、計5回黄色4、赤1、計5回6なのかな、本当に。あ、まあ、だったとしても全然不思議がないんだけどね。ああ、ピーク超えた、2410枚。これでビッグ10の、あ、ごめんなさい、ビッグ16のバケ10で合算118、最高ですね。よし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 、21。黄色、感触が1個リード。あ、でもそうか、これで2500枚乗っちゃうのかも。今のクレジットだもんね。あ、乗った乗った、2529。ただまあ100回すけどね、まだちょっと時間あるから。はい、ということで78ゲームやめ、いいでしょう。一応ね、こんな感じですね。16の11で117分の1。育種のスイカ10回だったけど、うん、まあまあ、だいぶ良かったんじゃないかと、トータル的に見れば。で、ね、グラフだよね。最高です。最高です。ありがとうございました。はい、ようやくね、思いが通じましたよ。投資が7000円ですね。46枚貸しの7000円なんで322枚でもって2435枚お流しプラス2113枚、やりました。6かな、6まであると思うんだけど、いや、あっていいですよね、あの内容だったらね。いやー、いや、でももう本当、俺の左2台と右と4台もうなんかずらって固まってたような感じの状況でございました。まあ他の島もまたしかりなんですけども、やっぱ花々間違いないですね。で、まあ触ってないんですけど、ジャグラーなんかもかなり毛玉見えてたんで、まあ、そっちもやっぱ何だったら同じぐらい手厚い感じになってるのかなっていうのと、まあ、その他、うん、AT、ART 方面も、まあ、何しろもうパンパンに稼働しているような状況なんで、うん、やっぱり、まあ、まあ分かってる人は分かってるんだろうなという感じですかね。いや、お見事という感じです。三重のね、お店でございますけども、毎度毎度、ね、本当スロットの台数と同じぐらいお客さん並んでるんですけど、納得の今日も状況でございました。はい、ね、で毎月もうだから恒例になってますよ、マルハン新名張店での収録実践が。で4回目でようやく初勝利。なんかね、毎回毎回来てなんかこう、うわ出てんなとかって思ってたかって見てて、なんか周りが出てるからか知らないですけど、あんま負けてる気してなかったんですけど、むしろ1回も勝ってなかったですねなんでまあまあまあ、なんかね、周りいいばっかり言ってて自分出せないと、それはそれでなんかおかしなことになるじゃないですか。っていう意味で、まあ、ある意味まあだから初日が出ましたんで、まあ良かったという感じです。で、まあ今日僕なんですけど、明日チェリオくんなんですね。はい、ウショー TV でチェリオくんちょっと一人で頑張ってもらうということなんですけども、まあ、番号良くて彼とかなんか、そうだな、じゃあどこ行くのって言われたら、まあ花壇とか行くんじゃないのかなっていう気がしますけども、まあ彼のことですんで。いい仕事をしてくれるんじゃないかと思いますんでね。まあこの動画が上がったあと、まあほどなくチェリオくんの動画がアップされると思いますので、そちらも一つですね、ぜひとも
チェックしていただきたいという感じでございます。また来月ですね。来月はね、今度はね、順番がね、僕大体この企画の時って初日僕一人でやって翌日誰かみたいな感じなんですけど、次はね、なんとなんと沖光大先生がですね参戦されますんで、そちらも一つお見逃しなくと、ね、三重方面の方はぜひともですね、スケジュールの僕ツイッターでアップしますんで、その日程をちょっと見計らってですね、マルハン新名張店でに打ちにしていただけるとよろしいんじゃないかと思います。まあ、何はともあれ大変満足度の高い一日になりました。また次も頑張ります。以上でございました。さよなら。